ひょっこりはん、ひめかです。ひょっこりはん、ゆらりです。ピンク、ラテ、ティー、ビン始まるよ。イエーイ。今日の企画は2人のスマホの中身のアプリ紹介です。イエーイ。ではまずひめかから紹介していきます。はい、私のまずおすすめのアプリはこのビューティープラスっていうアプリなんですけど、知ってる、うん、普通に自撮りのアプリとしても色味とかすごく良くて、私は自撮りアプリの中では一番盛れると思っています。それでこのパーツ編集っていうところを して例えば私とゆらりのさっきの自撮りで、なんかこういう肌の色とか目を大きくしたり、なんかニキビ隠したりとか、仕分けしもできるね。ニキビ隠しとかしか使わないんですけど、じゃあ目を大きく使ってみたいと思います。まだゆらりちゃんやった目をアップにします。いや、めっちゃ目アップや。恥ずかしい恥ずかしい。大丈夫目を大きくします。でかいでかい。もう大きくなったの分かりますか？うん、すごい。使おうかなこれ。めっちゃ感じました、ね、下げれちゃう。次のおすすめのアプリは TikTok って言って、アカウントとか作ってないんですけど、見る可愛い女の子とか TikTok 見て可愛いなって癒されています。あ、ネオちゃんできました。本当だ、可愛い。探さないどこを探さない。あ、ちょっとなんか SNS 的な感じですね。もしかそんな感じです次のおすすめのアプリはこのコークオンっていうアプリなんですけど、これは歩くだけでポイントが貯まってジュースがもらえるんです。これが15個貯まるとジュースがもらえて、でも私これお下がりなので Wi-Fi ないとどんだけ歩いてもポイント貯まらないせっかくなんか撮影とか来たら歩くんですけどね、貯まらないの。家の中でしか、家の中で13個スタンプ集まればジュースです。お母さんはね、自分のだからね、たくさん溜まってるこれで以上です。次はゆらりのおすすめアプリ紹介してください。はい、ちなみに私のスマホのホーム画面はウェブモデル初めての撮影の時のショットですでは続いて私のスマホの中身を紹介していきたいと思います。最初のおすすめアプリは簡単スロー再生というアプリで、例えばダンスの振り付けを覚えたい時とかに早くて覚えられないなって時にこのアプリを使うとスローになって自分の好きな速さにも合わせれてすごく見やすくなります、うん、例えばこれで、これは私じゃないんですけど、こういうダンスを踊っている人がいて急にこうやって遅くなったりとかして、でまた速くなってっていう風にできるんですよ。簡単スロー再生っていうアプリで、カメさんのマークのアプリです。で、2つ目がモノクロカラーっていうアプリで、このアプリは自分の好きな部分だけカラーにできるっていうやつで、例えばさっき姫子と撮った自撮りだとこういう風にこう自分の好きなところだけこういう風に色になっていくと、ここだけがカラーになってこんな感じでカラーになります。ちょっとこの写真分かりにくかったんですけど、こんな感じでカラーになります。続いて次のアプリです。これはエンジョイフォトステッカーというアプリなんですけど、このアプリは私の機種は Android なんですけど、 iPhone みたいな可愛い絵文字って出てこないじゃないですか。でもこのアプリを使うと iPhone みたいな絵文字が出てきます。例えばどの絵文字が好き？このハートのステッカーを好きなところにこうやって貼ったりとか、こうやって貼って iPhone じゃない機種でも iPhone みたいな感じになれます。はい、では私のアプリ紹介は以上です。ひめかのさ、歩くだけでポイント貯まるやつ、歩くだけでポイントも貯まってジュースももらえるし、しかもダイエットにも効くかもしれないです。すごいいいなって思いました。はい、あ、なんかなんだっけ、モノクロのアプリで赤いリップとか赤い小物とか赤だけをカラーとかにしたらすごいなんかおしゃれ。それはかっこいい。だからちょっと入れてみようと思います。あとスロー、私もダンスやってるのでスローとかいいかなって思いました。ぜひ入れてください。なんかこのアプリ紹介するとお互いになんか発見できる。そうなんですよ、ね、新しい発見ができていろんな情報交換もできるので、ね、でもいいなと思います。クリモムちゃんとアリアのね、
またアプリを紹介する機会があったらぜひ皆さん参考にしてください。今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。